モンタロ君はね、茨城空港の送迎デッキにやってきました。今ね、オミクロン株の関係でかなりね、飛行機が制限されています。このね、エプロンにも飛行機はね、ありません。ここはね、スカイマークがね、国内唯一ね、飛んでる場所です。この先はね、百里基地があります。この茨城空港は官民ね、共用の空港になっています。2本のね、滑走路があって、1本が自衛隊、1本がね、民間で使用しています。空港はね、とてもコンパクトにできています。そしてね、こちらの空港はね、ボーディングブリッジがないんですね。ボーディングブリッジがないので、お客様もね、みんなこの下を保安検査場を通って、この下のね、通路をずっと歩いていきます。そしてね、今では珍しくなってしまいました、あのタラップを上がってね、飛行機に乗ります。私もね、飛行機かなり乗ってるんですけども、三沢空港でね、一回ボーディングブリッジが故障したということで、一回ね、タラップでね、上がったことがあります。本当ね、飛行機の真横を通ってね、登るもんですから、すごい迫力がありました。こちらのね、茨城空港はタラップなので、ここからね、乗る場合はかなり迫力があると思います。商用の、ね、目的の撮影については許可なくね、行うことは固く禁じておりますということで、皆様のね、ご理解をということです。モンタロ君は1階のね、ロビーの記者会見のね、場所にやってきました。これからね、モンタロ君が重大なね、発表をしたいということで、今ね、こちらの茨城空港のね、記者会見場の前に立っています。で、このね、1階のロビーでとうとう見つけました。何を見つけたかというと、セイコーマートのね、新しい、関東でね、一番新しいお店が開くといった場所があります。ちょうど1階のね、このスカイマークの搭乗手続きをね、する場所のですね、真ん前、こちらがね、関東で一番新しいセイコーマートになる場所です。実際ね、こちらにもね、安定収入、長くね、働ける職場ということで、こちらの方にね、もう募集が出ています。ただね、この表にはまだ何もね、看板とは出ていません。あのオレンジのマークのね、看板とは出ていません。モンタロ君はね、とうとうこちらのね、セイコーマート新しいね、お店を発見しました。まだね、これがいつということは分かってませんけども、3月の上旬ということでね、セイコーマートができるということで、今ね、調査に来ました。今日はモンジロ君がね、朝から約100キロね、こちら自宅から離れた茨城空港までやってきました。ここね、ちょっとファミリーマートがね、昔あったということで、その跡地を利用するということです。ではね、次オープンの日にね、モンタロ君、モンジロ君はやってくると言っていますので、またその情報をつかんだら我々もやってくることにします。今ね、こちらの空港を取材していたら、なんと
セイコーマートのね方とお会いしまして、オープンの日がね決まったということで今ねお話を聞きました。ここでね話していいのかなと思うんですけども、3月10日ですね、3月10日にオープンするということで、お店のね開く時間は、朝の6時半から、夕方のね7時と今お聞きしました。モンタロ君モンジロ君のね、この、動画をね見ていただいているそうです。本当にね嬉しい限りです。3月10日ぜひね、皆さんもよければねセイコーマート茨城空港店なんでしょうか、ぜひねおいでいただければなと思います。私どももね3月10日モンタロ君モンジロ君を連れてねやってきます。本当にね嬉しいですね、我々のチャンネルを見ていただいているということで非常に嬉しいです。関東のね本部の方のところにもね、お話が届いているということで非常に嬉しく思っています。逆にね、今後ね変な、放送はできないなということでねちょっと緊張しております。